それがデビュー戦の相手だったこの男、ダイナマイトキッド。タイガーマスクと何度も名勝負を繰り広げました。永遠のライバル、その二人の奥底に眠るアナザーストーリー。日本中に衝撃を与えたあのタイガーのデビュー戦、その成功は対戦相手だったこの男を抜きには語れない。イギリス人レスラー、ダイナマイト・キッド。タイガーのどんな動きにも反応し、互角の攻防を繰り広げた。タイガーと戦う前はカナダの小さな団体で活動し、あまり名が売れなかったキッド。だがその強さは紛れもなく本物だった。びっくりしました。あの圧力、スピード、ダイナマイトの動き、一発動きあった、その時の感触、わ、すごい選手だなと。デビュー戦を皮切りにタイガーとは何度も対戦。そのどれもが名勝負とあって、ファンの間でキッドの人気と評価は極めて高い。プロレスの中にあって本物の強さを志向していた佐山。キッドの鬼気迫る戦いぶりに彼も同類であることをはっきり感じたという。あの動きはかけてるとしか思えないですね。命をかけてるとしか思えないような動きですね。いわゆるレスラーの中ではもう二度と現れないような天才だと思います。まあ反対に言えば、ダイナマイトがいたからタイガーマスクがあったかもしれませんしね。年齢はわずか1歳差。多くを語ることなくまみえ続けたライバル。男たちは今何を思うのか。キッドを訪ねるためイギリスへ向かった。この夏、ロンドン郊外のパブである行事が行われていた。かつてのプロレスラーたちが集まる同窓会だ。その中でもキッドは伝説的な存在だという。キッドは俺よりも若手だったんだ。テクニックは抜群で、すごい速い動きだったよ。想像を超えていた。あんな素晴らしいレスラーはもう現れないだろう。特にタイガーマスクとの試合には多くのレスラーが影響を受けていた。俺は2人の試合を何度も見たよ。アメリカをはじめ世界のプロレスのスタイルを作り上げたのはタイガーマスクとダイナマイトキッドさ。だがキッドはこの数年、同窓会に全く顔を見せていないという。キッドはどうしているのか。わずかな情報をもとに探し始めた。知らないな。今は引っ越して誰もいないよ。Okay. そんな中、キッドを知る男性に巡り合った。キッドは数年前に脳卒中で倒れたんだよ。悲しいけど、
どこかの施設にいるという噂だよ。かつて世界的に活躍したキッド。だが10年以上前からその消息は途絶えているという。佐山の突然の引退でライバルを失ったキッドはその2年後アメリカに活躍の場を移した。実力は注目を集め瞬く間にトップレスラーに名を連ねた。だが翌年選手生命を失うほどの大きな怪我に見舞われる。それでも痛み止めを打ち激しいファイトを続けたキッドの体は急速に蝕まれていった。10年後日本の地方プロレスに再び現れた時、キッドはもはや別人のようだった。かつて誇った鋼の肉体は見る影もなかった。キッドは自伝の中でこんなことを語っている。タイガーマスクとの交渉ではいつもきつい攻撃を受けていたから体力の消耗もかなりなものだった。今思えばこの時の抗争から体が蝕まれ始めていたと思う。痩せ衰えたキッドを目にした時の思いを佐山ははっきり覚えている。選手の姿を追い出す姿っていうんでしょうかね、やり尽くしたというような、自分の体をそういうふうになることも分かっていながら体に鞭を打っていったんだなというふうに、よくぞここまでになってでもやったなと、やはりこっちの男だったんだ、魂の男だったんだなという思いますけどね。この翌年キッドは引退、表舞台から姿を消した。現役時代力の限りをぶつけ合ったキッドに佐山は一つの思いを届けたいと考えていた。キッドを探し続けて1ヶ月、ついに手がかりをつかんだ。キッドの家族と連絡が取れたのだ。出迎えてくれたのは妻のドット。だが自宅にキッドはいなかった。夫は体調が良くありません。ひどい脳卒中にかかり体が動かせなくなりました。話すことも満足にできない状態です。キッドは介護施設で暮らしているという。表舞台から姿を消した後キッドはどんな人生を過ごしたのか。とても穏やかな時間を過ごしました。良き夫であり父親でした。最初は彼がそんなすごいレスラーだったなんて知りませんでした。私は彼の人柄に惹かれたんです。キッドは引退した年にドットと結婚。少しずつレスラーの思い出を語り始めた。その中で一番熱く語っていたのはタイガーマスクと戦った日々だという。タイガーマスクのことを話すときはいつも嬉しそうでした。
今まで戦った中で最高のレスラーだと言っていました。たくさん試合をしたけど彼は一番だと。妻ドットが郊外へと車を走らせた。ダイナマイト・キッドこと、トーマス・ビリントン。体には麻痺が残るが、タイガーのことなら話したいと、特別に取材を受け入れた。I'm born in 1978. I've been in the Ernst Rubel Palace in Togo. That was a tiger mask. It was a good match. The majority of matches was good with the tiger mask. The best thing, the tiger mask.I had good moves, good ability, good timing. What is he? Tiger Mask? He's a rival. He's a big time. Sayama was a crew member.病気のキッドへメッセージを託していた。Hi Tommy, how's everything with you? I'm very fine. How's you? あれから35年が経ちましたが、信じられますか？未だにファンは俺たちのことを語ってくれています。また尊敬さえしてくれています。トミーが一番強いのを俺は一番よく知ってる。一番のハートを持っていることをよく知ってる。はい、トミー。Remember? Wake up! はい、トミー、wake up!Let's get fighting, talking. 頑張れ。頑張ってよ。頑張って、トミー。あの戦いから35年の月日が流れている。タイガーマスクのデビューから35年。